はい、まあ、注力すると補正いただきます。日時はですね、2022年、今日は5月のですね、今日はですね、2022年5月の17日でございます。はい、いややっとですね、ポスター貼られてますね。生稲晃子さんのポスターでございます。はい、元おにゃんこクラブのですね、生稲晃子さん、今現在はですね、女優とかね、タレントさんをやっている、芸能人のですね、生稲晃子さん、前々からですね、自民党から参議院議員のですね、選挙に立候補するということは内定していましたが、先日ですね、やっと正式にですね、参議院議員選挙出馬することが決定いたしました。なかなか、ポスターがね、貼られるということがなかったので心配していたんですけども、やっとですね、青梅市でも、こちらのね、井上真嗣先生と、一緒にね、写っている2連ポスターが掲載されておることが確認できました。はい、現場からは以上でございます。まあ、聴力するとお世話いただきました。